は。うわ、ボリュームやばいな。味噌系のそのだし使うって珍しい。はいさい。はい、今日はですね、糸満に来ております。お母さんっていうね、食堂があるんですよ。糸満の母じゃないですか、もうこれは。糸満の母、どういう人かちょっと会いに来ました。占い師とそれ。糸満の母、あんたね、幸せになるそうがないねとか。さあ、このお母さんね、結構前からあるのかな、雰囲気あるんですね。雰囲気あるので、ちょっとね、今日は糸満自動車学校帰りなんですよ。学校帰りというか、合間なんですけど、ジレン飯ですね、今日も。見て、11時開店の14時だよ。3時間半。3時間半は早いですね。はい、中入りますか。はい。メニューが肉なしそば、沖縄そば、野菜そば、そば系とカツ丼、とんかつ、味噌汁、煮つけ、沖縄式ですね。1日5食の野菜炒めもあるよ。限定。限定。野菜炒めいきましょうかね。じゃあ、浜ちゃんはどうします？何がいいかな。そばもね、結構有名なんでしょうね。煮つけとかも珍しいですね。お母さんのおすすめ。じゃあ、まかれ野菜そばしますか。まかれ野菜そば、野菜。じゃあ、1日5食。じゃあ。注文お願いします。あ、野菜炒め一つと、このうま辛野菜そば、おすすめのやつお願いします。おすすめのやつ、一番人気のやつ、よく出るんですよね。あ、やっぱ。豆腐と豚肉、あ、それも美味しそう。はいはいはい。ジューシーでお願いします。はい、お願いします。テーブルにドリンクがありますね。いいですね。なんだ、レンゲがある。珍しい、すごい。美味しそうだな。豆腐と豚肉と卵とじ丼も。何でした？あ、これですか。僕は食堂大好きなんで、そうでしたらそこの食堂行くんですけど、そこの食堂調べたらお母さんってあって、で前回入ろうかなと思ったんですけど閉まってて、これなんかなおさら気になるぜっていうことで。今回された結果。そうそうそう。そしていい匂いするなこれ。バイク乗ったら汗かくんですよ。今日ちょっと晴れてるので、この水がね助かる。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ジューシーを。野菜炒め。レタス、人参、玉ねぎ、もやしと。そして見てください。そばついてますよ。そばつくはありがたいですね。ボリュームすごいですね。これちょっとあれですね。うちの母親と一緒ですね。さすが糸満の母、お母さんです。あ、はい。ありがとうございます。じゃあスプーンがありますので。はい、ありがとうございます。この時に使うんだね。結構味噌ベースかな。味噌辛って感じ。とキムチが。珍しいね。味噌ベースのそば珍しい。これすごいのが豚肉がふんだんに使われてる。いいですか。はい。うまい。そういうベースですか。そういう出汁の素系。出汁の素系かな。ああ、味付け。家だ、うまい。家。すまないでください。安心の野菜炒め。うん。同時別の部屋ですけど。俺んち第2号かな。糸満に拠点をかんといけない。住所二股。めっちゃうまいけど。熱いあち高校。めっちゃ熱い。ああ。キャベツもシャキシャキして美味しい。そしてこれは煮餅大根。これもいただきます。お、あ、めっちゃうまい。なんか甘い。甘くても美味しい。ああ、すごい。あ、甘みが最高だなこれ。皆さんも確かにジューシーですね。いただきます。お邪魔して。めちゃくちゃ美味しいです。すごい美味しいです。あ、ここの方なんですか。めっちゃ美味しいです。お客さんもね、美味しいって言ったらありがとうございます。嬉しいんだぜね。自分の地元のよく行く食堂が褒められるっていうのは。これはガチでうまいな。野菜炒めにジューシーがそのまま作ってるのは、かなりクオリティ高いです。ないですよね。そばもいっちゃっていいですか。いい音。だししっかりしてる。ああうまい。なんかそばがその本当にしっかりしたそばだ。うまい。かまちゃんも食べてこな。これ結構これも野菜多いけどね。じゃあいただきます。はい。麺がうわボリュームやばいな。ボリュームやばいだろ。結構縮れ麺ですね。野菜の量すごいな。うん。今回の二郎系だろ。野菜増しましたろ。じゃあいただきます。汁飲んでみますか。確かに汁。ああ、これ結構しっかり辛い。味噌系のそのだし使うって珍しいね。うん。あんまり。あ、でも美味しいからですね。そんなに死ぬほどハイサイの料理みたいに辛い。死ぬほど辛いわけじゃないですね。今からの。今から本当に。ちょっと麺もいただきます。あ、不思議だな、なんか沖縄そばにこれ辛い感じ、あんまり沖縄そばの麺で辛いのってないから食感もシコシコ系ですね。うーん、ひき肉入ってるんですね。あ、ひき肉。うん、食感は担々麺に近い。ゴロゴロ感は担々麺とかに近いですね。むしろなんかスタンダードな珍しいね、そばに。うん、もう見たことない。うま辛ってことでキムチが王道な甘め。野菜がめっちゃうまい。これ豆腐ちゃんと切られてます。ちぎられてます。あ、豆腐はちぎられてる。なんかハローキたちがフォークもちぎるって。フォーク。すごくない？フォーク切るんじゃなくてちぎるらしくて。なんかスプーンでやる人もいますよね。スプーン？あんまり味付けを濃くしてないから、野菜の甘みがちゃんと。いいですね。いいやんばい。ちょっと年取ったらこんなのが好きですよね。若い時はもうバーベキューみたいなケチャップとかマヨネーズだけど、30超えるとね、ちょっとじんわりうまいみたいなのが好きですね。俺焼肉のタレとかも使わないんですよ。ああ、はいはいはい。違うって完全に一色の色になることだね、味が。確かに塩コショウでいいみたいな。そうそう、シンプルなね、なりますね。年ですよ、年。満席なんだ。すごいね、早い。12時超えた瞬間に、確かに12時3分からなんです。早い。12時超えた瞬間にもう満席だ。ピーク前に満席。客層がいろんな人がいる。サラリーマンの人も、サラリーマンの人も、年配の方も、年配の方、若い方も、あと現場関係の人が、あとお母さんがいる。ジューシーがうまいわ。うまいっすか。あれ、油がすごいジューシーがあるさ。バターめっちゃ入れたい。あれも美味しいけど、ここはちょっとどっちかっていうと少しさっぱりしてる。美味しい。素朴な味。うん。本当に炊き込みご飯だなっていう。美味しいです。ごちそうさまでした。これね、すごいよ。野菜炒めの味が濃すぎない、優しいってこと。ジューシーも本当に進みやすい。そばが味しっかりしてるので、バランスがいいですね。定食としてのバランス。味付け最高ですね。お母さんも優しさが。お母さんの優しさ。息子の胃袋を思う優しさが。ちなみにうちの家ね、たまにこのぐらいの量を。2日に1回か3日に1回朝ごはんで出してくる。頻度が高いんですよ。マジでうちの母親です、ね、今母親を思い出してますね。家に帰ったかなーっつって力をつけて仕事頑張ってほしいっしょ。これで頑張れますね。で午後もね、絶賛バイクの教習があるので、はい、しばらくは、ね、僕と浜ちゃんのねジレン飯が続くと思いますね。結構頑張ってます。頑張ってる。今ね、2段階なんですけど、ね、ある程度いったらもう卒検、今月中に取れるんですか、12月半ばぐらいまで取れるといいね。これが取れ、まあちゃんと合格すればですけどね。合格した暁には、盗んだバイク走り出す。それは大崎だな。それ大崎だな。悪いことした。まあ35の夜って。35の夜。なんか。話しすぎない。35の夜は引くだろうそれ。ネットニュースなるだろう。見ますか。はい。ごちそうさまでした。じゃんけんぽんあいこでしょ。ずこ。いやー、美味しかった。満腹。味は本当に家庭的な味で、本当に安心する味ですね。ザ食堂って感じで美味しかったです。普通の定食は重いって人は向いてるかもしれないですね。さっぱり系というか、あんまり重くないので、味付けやっぱどうしても場所によって濃かったりするじゃないですか。味付けは最高です。優しめな。だからまあ若い人からね、年配の方もいるので、老若男女受け入れられてる味だと思います。カツ丼も美味しそうだったな。他のお客さんもあれ美味しそうだった。超美味しかったね。うわ、カツ丼にすればよかった。綺麗だった。めちゃくちゃ盛り付けも。じゃあ次はお父さんで会いましょう。ご視聴ありがとうございます。